ダグラス・トランブル、ダグラス・トランブル、ダグラス・トランブル、九百四十二年四月8日帯は、アメリカの映画監督、SFX スーパーバイザー。二千一年宇宙の旅、未知との遭遇、スター・トレック、ブレード・ランナーなどを手掛けた。NASA や科学映画制作者コンペダー・スンと撮った初期の作品が、スタンリー・キューブリック監督の目に留まり、二千一年宇宙の旅の、 特撮スタッフに招かれる。星の門、スターゲートのシークエンスでは革命的な撮影技術スリットスキャンを用いた。1971年、サイレントランニングを監督。2001年宇宙の旅では使えなかった数々の特殊撮影技術を役立てた。サイレントランニングは高い評価を得たものの宣伝不足で工業的には惨敗だった。この時期には、 他にもいくつかの映画プロジェクトを動かしたが、支援を得ることはできなかった。特撮スタッフとして、アンドロメダ、1971年に参加。1973年、カナダの CTV でテレビシリーズを制作葬式。1975年、ジョージ・ルーカスのスター・ウォーズ、後に、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望と解題のオファーを受けるが、 他の作品に参加せねばならず自体。1977年、ミッチとの遭遇、スタートレックに参加。1981年、ブレードランナーの特撮監督を担当。1983年、ようやくメジャーでの監督第二作となる、ブレインストームを取る機会に恵まれた。この映画は、ショースキャンと名付けられた新しいフィルムプロジェクションのお披露目でもったが、 制作仲間でのナタリーウッドの死によって暗い影を落とされてしまった。これ以降、トランブルはユニバーサルスタジオのバックトゥ・ザ・フューチャー・ザ・ライドのような博覧会やテーマパーク向けの作品中心に活動するようになった。2011年トランブルはデジタルシネマサミットで48から 60FBS の 3D 映画を監督することを発表し、3D 映画会社、 マグネタープロダクションズを設立した。オズの魔法師の特撮マンを父に持つトランブルは2001年宇宙の旅でフロントプロジェクション、スリットスキャンといった視覚効果を考案、実用化を行ったにもかかわらず、ノミネートは4人までという規約があったため、アカデミー賞の視覚効果部門の受賞者候補になれないなど疲弊は大きく、画質に徹底的に関わるキューブリックのポリシーには、 賛同しつつ、もう一職人して特撮はやらないと決意。2001年のマット画撮影を担当したリチャード、ユリシッチと組資格効果や映画全体の監督として SF 映画を作っていく。高画質であることを重視し、スタジオではカメラと光学合成に 65mm フィルム用の機材を使用。70年代末までに 65mm カメラを 数十台収集していた。またマット合成ではなく同じフィルムに重ね取りを施す、合成手法で劣化を避ける手法を多く用いている。上映時の画質も重視しており、ブレードランナーの原作者を招いた試写は高画質とい、理由でトランブルのスタジオ内にある試写室で行われた。工学及びデジタルエフェクト業界のパイオニアとしての尊敬を受け続けている。 アカデミー賞には5度ノミネートされ、アカデミー科学技術賞を受賞した。トランブルが関わった、完成した映画のほとんどは、現在では SF 映画の古典として認知され、年を減るごとにファンを増やしている。ブレインストームはバーチャルリアリティを予見したものであったし、サイレントランニングは1970年代初頭のエコロジー運動を反映したものであった。ースキャンとは、 70mm フィルムを使い、60フレーム、秒で撮影、上映する方式。通常の映画は24コマ、秒で撮影、上映される。対するテレビジョンは、NTSC の場合30コマ、秒であり、さらにインターレース方式では1コマ、1フレームが2フィールドで構成されるため、動きは、毎秒60コマに分解され再現される。そのため、 テレビ慣れした観客にとって24コマ秒による動きの表現は特に激しく画面内が動く場合にかなりぎこちないものに映る場合がある。小スキャンは解像度を70ミリメートルフィルムによって改善し動きを60コマ秒での撮影、上映によって改善することを試みたもの。しかしフィルムの使用量が激増することや特殊な上映機材が必要になることから 一般化はしなかった。21世紀に入ってデジタルシネマが主流になると60コマ秒のプログレッシブ方式を使った撮影、映写も珍しいものではなくなり、機材や記録媒体のコストも低下。パソコンの普及とビデオカメラの多くにプログレッシブ撮影の機能が搭載されたことによって家庭でも取り扱えるようになった。ジェームズ・キャメロンが 3D 映像をよりリアルに、滑らかに見せるためコマ数を倍増した48コマ、秒という規格を採用するなど、トランブルの提唱した理念は発展し続けている。小スキャン自体は現在ラスベガスのルクソールホテルで体験することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。